はい、ということで今回ね、デュエマの最新弾パラレルマスターズ裏のショーをワンボックス買ってまいりました。スーパーレアが15枚、スーパーレア15枚、ベリーレア15枚多数ということでね、すごい。まあ、ちょっと今回ね、ワンボックスは初めての挑戦なんですけど、まあ、今回のカードね、だいぶいいカードが入ってると思ったんで、思わず買ってしまいました。ね、ちょっとこれをね。まず、何だっけ、一番の大当たり。ニコル・ボーラスが。ニコル・ボーラスは再録されまくってますけどね。でも、同等っていうのが、その、エムラクール。エムラクール。と、ブラック・ロータス。ブラック・ロータス。エムラクールはブラックボックスパックで、1枚76,000円16,000円67,000円っていうすごい76,000円76,000円で下がっていく67,000円開けてみようか。はい、はい、じゃあ開封よろしくお願いします。はい、とりあえずこれをそんな開け方の開け方知らんけど、はい、ちょっと待ってくれ。不器用な。はい、やめて、パック破くとね。なんでな、ごめんなさい。そんなことある？いけるやん、はい、おーいいですね。ただ、あの8枚ずつあるけど、じゃこれ上の8枚、下の8枚、じゃんけんしましょうか。最初はグー、じゃんけん、はい、勝った、勝った、勝った、後にします。オッケー、後にします。じゃあ、これ上8枚、はい、もう切っときます。ニコル欲しいな。あとね、バイモデルも欲しいんです。あと1枚だけ欲しい。あと1枚欲しい。バイモデル、バイモデルもゲームエンペラーのデッキに入ってて、そっから再録されていなかったというね、今回初めての再録ということで、バイモデルマスターズ裏のショーという、ね、私はこちら。じゃあ息子の方から開けてもらいましょう。よろしくお願いします。ワンパック目、記念すべきワンパック目いきますよ。これ一番上、はい、はい、おっ見てしまった。あ、後ろになってたの？え、超次元ゾーンがあるから。あ、なるほどね。そっか、今回カーブ超シークレットクロックタワー。ほう。お、ワンケングレン王。ほう。五月薬王。あー、来た。セラの天使。あ、これ気になってね。飛行を持つなんかを持たないクリーチャーからは攻撃もブロックもされないで、ちょっと気になってました、この効果が。あ、やだ、13枚目の計画来ましたね。新しいカード、25マナ、うん、現役王者。このカードがようわからない、不明なんよね。まあサイキッククリーチャーということね。45枚カードの枚数を5枚増やしてゲームを開始することができるという、なんか特殊なカードですね。まあまあこれからゲームが変わっていくでしょう。ちょっと2パック目ですよ。コモは、コモは一緒でいいな。お、奇跡、自分の光のクリーチャーすべてにサバイバーを追加する。まあちょっとわかんないです。はい、アゾールアルファ。奇跡っていう言葉はやっぱり好きよね、だいぶ好きやね。ラッシュアルファ、お、アルファ続き、ラッシュウンクロ、筋肉スリバー、字がちっちゃいな。マッチョマン。このカードだからあれよね、何やったっけ、お、聞いてる、はい、あのこの絵何やったっけ、マジクルギャザリングか、マジギャザの映画、だからブラックロータスもマジギャザから来てる。そうやな、ブラックロータスだからそれも絵柄もそっくりになってる。おー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 、フュカタカナ弱いんだ。フューチャーハンド。お、後ろやからな。スリーバーの女王ちゃん、これね、変わってんのがマナがないよ。あーっと、これどう使うの。え、ゼロマナ、置いても意味ない、置いても無意味。えぐ、えぐ、お、獅子王カイザー、お、よかった、来たね、再録獅子王カイザー来ました。確かに SR ですね。召喚もできるし、いきますよ。はい、お、樹海の守護神。あれ、光ってるようにも見える。あ、来るんちゃう、ほんなら来るんちゃう。ブレインストーム、ブレインストーム、お、フェアリーフィールド、フェアリーフィールド、大雪原だよ、ほう、全員集合、なんか8時だよ、全員集合じゃない。フェアリーフィールド、あ、お、イワシン、
いいやん、イワシいいね。ねこれしかもアンコモンでイワシ、ね。2021年のクロニックルの初めての再録ということで。アカシックバラレル。いいこの次かなど。おクラス、グラス&タレット。誰ダレットタレット、タレットです。はい。クリーチャー。自分のクリーチャーすべてにスピードアタックを与えると。あ、いいね、いいね、いいね。でも、その分、うん、その子供仮に月が出たら、それはもう無意味。出た、出た。その子供カリンにつき、うわ、もう嫌なカード。俺の月で最強のカード。もう最悪のカード。お、超次元像はない。1500円ぐらいするよな。超次元像はないということで。はい。お、ハッピーラッピー。ハッピーラッピー、かわいい。ミクル。お、怖いわ、もうなんかミクスルみたいな名前はもう怖いわ、もうこんなこんなカード。お、ボルシャックエコルピア。まあ使えますよね。これは使えます。いいね、いいね。お。ボルシャックヒデンドラゴン。ルピアいいよね。しかもそれファイアーバード持ってんじゃん。持ってる。お、フューチャースクラッパー。お、マラフィオルね、2枚目のスーパーリアということで。これ自然のドラゴン。はい、マラフィオルでございます。バルカエネクスで出せないことはないけどね。めっちゃ緊張してくる。お、ディスマスター。ディスマスター、ディステルマスターかな。お、あ、また来ましたね。ハッピーラッピー、はい、ハッピーラッピー、ハッピーラッピー。お、オービスガンマ。オービスガンマ、ブロッカーやから出せんじゃん。ええやん、まあ、出せるけど使えるかどうかやな。お、アナサー、アナザー、合計王。合計王。お、え、ティムラクール。あおー、まだこれはいいんじゃないよ。これはいい、いいね、ね、いいね、はい。スーパーレア3枚目エムラクール。あー、これもマジックザギャザリングのカードね。30パック入りのパックですら、うん、スーパーレアは3枚まで。おお、もうここで3枚出てんの、すごいやん。でもしかもまだこんだけあって3パック、ええやん、ええやん。プラスボンちゃんのも残ってる。ええー、素晴らしい。エムラクール打ってたもんね。ね、パルクールかよ、分からんけどエムラクールですね。 はい、ギガリンアルフォガチコピー。お、フューチャースパーク。フューチャースパーク、呪文かな。計略の手、自信。あ、自信、あ、自信、なんかちょっと気になっとったよ。気になってました、自信。あ、スーパーレア、4枚目のスーパーレア。さすがレア、へえ。4マナでスピードアタックはダブルブレイクを持ってる。超次元の OK。 裏印刷はなしと。お、はい、お、木蓮ベータ。はい、ダークティアラガンマ。スミス、スミス、ミス、ミレスミス。お、ウサブレラはいいね。お、マジボンバーでしたっけ。そう、はい、はは、ここに来て初めてのチーム付き、うん、違うか、うん、いや、そうなんちゃう。いや、違う、一番最初に出てるから。メラボルガル、メラボルガル。あ、ということで、これあれやな、え、でもこれベリーレアで、ちょっとバイモデルこうへんな。これベリーレア、ベリーレア、うん、バイモデルこうへんな。いや、うん、可能性あんで、あいつレア枠やん。レア、レアか。おー、来い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 。あ、ちゃんと切れてない。1枚、1枚欲しい、1枚欲しい。いけたいけたいけた。あ、またもや裏印刷はなしと。はい、行きますよ。はい、どこ行くの。サイバービーフィッシュアルファ。おお。お、チキンだった。いいね。フェアリーリライフ。大好きなカード。往来編からの再録。フューチャーブレイン。次元隠しの術。あー、これブロッカーも出てるね。アガピトス。はい。6万のダブルブレイカーということで、これはベリーレアですね。はい。しっかり好きですよ。ということで。はあ、よかったやん、パルクールやったっけ。ねえ、ね、じゃあボンちゃんと交代で。ありがとうございます。はい、カードのことはね、しっかりと分かりませんので、息子に任せようと思いますのでね、よろしくお願いします。そう、これがボンちゃん出たやつ後半。これはここに置いておく。後半ないですね、後ろね。パッと、あれ、あ、ガチンコ、ガチコピーありましたね。おっと、かぶってきましたね。フューチャースパーク、あ、出た。これ気になってましたよ。カレーパンを食ってやるぜ。なんかボンちゃんカレーパン食ってやるぜ。なんか持ってなかった。カレーパン食ってやるぜ。違う、カレーパン、カレーパンは好きですよ。あ、来た。大好きなカード
これすっごい大好きね。はい、近未来シティね。ノーマルしか出てない。近未来シティはもうもはやこれスーパーレアですよ。もう電動にすべきですよ。お、電磁ブライ、アカシックサード。おお。つきましょう。お、お、グレイテストネルサ、あ、ディスペクター、うん、ゼニスナイト。そうやな。まあデスマーチで出す以外選択肢がないよね。エコストライク。デスマーチ。かまんともんは、まあ、ルリーレアということですか、ね、かまんともんはレアがまだ出た、あ、レア出てた、はい、半目線一目、まあないということでね、はい、育ち盛りの本アルファ、これ何、ポケモン、え、違うの、デュエマなんで、はい、タスベル、タスベルゾメンザン、後ろからやっぱりカタカナ読むの難しいな、ほら気持ち分かってくる、分かる、飛びかかるジャガー、うん、おーガオーってことでね、ね、ね、はい、あー、飾った、雲上の精錬、オービスガンマやね、一緒やね、あった、ちょっと待って、テスタロッサ、お、テスタロッサは好きな人いけるでしょ、違う違う違う、効果が違う、効果が違うんか、7やもん、あー、本家7やもん、レッドラグナテスタロッサでございます、テスタロッサついてるのは使えないことはないからね、おお、お、ニューワールドオーダー、これってあの、この新しい感じのあれ、これが下にもう一枚あるはずやね、ニューアルドブラブラブラ、実はこれがね、呪文っていうね、ええやん、ええやん、けどベリーレアです、ベリーレア、ここです、多分その中に下があるはず、スーパーレアがないですよ、はい、ケングレン王、そう、ね、革命チェンジができるから、暗黒街のギガリンアルファ、あれ、スーパーレア1枚は出てないよそんなこと言うな、もうお未来設計図、いいね、おお、来た来た、前まで来た、よかったよかった、一枚欲しかった、よかった、これで4枚できる、めっちゃ使えるんよね、あ、地震、地震来ました、出た出た、地震来ました、これは、この下は、あー、はきり、はきり言うよ、よかった、ブルブル、いやけど、あの、あれよね、まあ、これがベリーレア、画像、絵が綺麗よね、スノーベリアよ、いや、絵が、スーパーレア来てないよ、緊張するよね、うわぁ、くそ、何、ちゃうね、はい、あいつめっちゃ使えるから、トリトーンベータ、はい、ダークティアラガンマ、ガンマ好きですね、ブラブラ、フェアリーリライフ来たよ、フェアリーリライフ、やったやった、フェアリーリライフ、はい、スミス、スミスミス来ました、またね、ルナディブレイクシグマ、ガンマの好きシグマ、あかんない、あー、あ、ボルパンサー、いや、この絵はなんかね、かっこいいなって思ってたのでね、いいなと思ってました、まあそれだけですけど、絵だけ、ベリレア、おっと、ボンちゃん、ここがないよちょっとちょっとおかしいでしょ、ちなみに長寿ゲームですよ、いやけど、来るよってことは、上の方が絵のがあるんかな、パック関係ないか、猛毒、木蓮、はい、ディスマスター、あれやったら、スライドしていったらもう、はい、あ、D の学園ですね、あんまり使えないかな、ナメティックアカデミー、フューチャーブレイン、レアですか、はい、あ、まだ来ましたね、スリバーの女王、ゴッドモモキング、おっ、ゴッドモモキング、スーパーレア、おめでとうございます、ゴッドモモキング、よかったよ、いや、あいつ出せんで、バルカイネックス何でもバルカイネックスで出そうとすんなおっと、ボンちゃん、一枚だよ、もう大変やね、もうバルカディアネックスのデッキはもういっぱい入れていっぱい入れてってなってるからもう大変やね、価値ないよね、何が、はい、チキンタッタ、出た出た出たんタッタ、はい、これも来ましたね、ユピテル、ほんまタラタタタ、はい、スリバー、ボンちゃん、筋肉スリバー、ボンちゃん、はい、頼むからあれを引いてくれないと、蒼天飛翔、ニコルボーラス、ニコル来たんちゃう、え、来たんちゃう、なんかそんな気がする、いや、ウルザのニコルボーラスか、か、あー、イザナイコットン、はい、もしかしたらこれがニコルボーラスブラックロード、そんなことありえんの、あっ、お、 GR、 それスーパーレア、じゃあサイキックフィールド、ベリーレア、終わった、なんでガチンコガチコピー来ました、はい、一番面白いの、ターボ長来ましたね、はい、また来た、大雪原だよ、全員集合、ああ8時、はい、あ、これややこしい、これどっちやねん、そう、土地、土地、もうこうじゃんし、こう向きなよね、ややこしいな、これな、めんどくさいよね、はい、グレートリベンジャーキュラックス、
デラックスマツコ、はい、覚醒隆起ボルバルザーク、非自然でこっちは水の文明になってる。これがブラックロータスかニコルやったらありがたい。でもニコルはさっき言っとくスーパーリアでも何でもないから、そんな言わとけ。さあ分からんで、最後最後です、頼むよ頼むよ。あやばいな、ハッピーラッピーから来た、ハッピーラッピー、はい、あ奇跡アゾールアルファ、ハッピーラッピー積み上げやで、はい、飛びかかるジャガー来ましたね、来ましたね、はい、計略の手頼むかと、ドルゲ忍法次元隠しの手、あ待って待って待って、俺が引いたパックと同じ動きをしてんで、お光じゃない、赤のちゃん赤のちゃん、天竜神アークゼオス、はい、これまあ光のあれですね、ドラゴンですね、スーパーリア、ブロック持ってるからね、はい、あーくそニコルコンかったわー、ブラックロータスもなかったわー、でもやで、はい、でもでもダム、はい、エムラクール出ました。ということでワンボックス、まあ16パックですよね、そのうち、はい、スーパーレアが6枚かということでですね、まあ今回このような結果になりましたが、まあ、よかったです、よかった、今度このここから出たカードたちでデッキを組んで息子の最強デッキに挑んでみようと思いますので勝てるかな運が良くても勝てない気がする、はい、ということでね、皆様いろんなねボックスたくさん開封してる人もいると思いますが、まあワンボックス開封してみた結果、上の方のパックの方がまあ、たまたまかもしれませんが SR の当たり率が高かったということですので、これが参考になるかは分かりませんが、ね、ちょっと買う時のね参考にしてください、参考になるかもか分かんないけど参考にしてくださいってね、ノーマルの末路、ノーマルの末路、デュエマのボックス買いには夢がある、イエイ、はみ出てんで、ブロッカーやから、ええやん、出せる、まあ、出せるけど使えるかどうか、ね、アンダースアナザー合計合計、おっ、えっ、ジブラクール、あ